どうぞ。ん？あれ、珍しい。今授業中だよね。抜けてきたの？なんか随分と顔色悪いね。体調悪くて来た感じ？うん、そっかそっか。とりあえずそこのソファーに座ってて。今そっち行くから。はいはい、お待たせしました。辛そうだね。今どういう気分とかどんな症状があるか自分で言える？気持ち悪い。気持ち悪いってどういう？ムカムカする感じとか？ああ、重たい感じ。熱とかはなさそう？そっか。ちょっとおでこを触らせてもらっていい？確かに平熱だね。っていうか、目どうした？なんでこんな赤くなってるの？まつげ濡れてるし。そう、なんでもないね。どうしよっか。このままちょっと休んでく？今誰もベッド使ってないし、横になっていけば。まあ授業の進み具合とか心配になるかもしれないけど。でも先生、こんな状態の子をこのまま教室に戻すなんてことできないな。すごく辛そうだし、それに今の状態をどうにかしたいって思ったから先生のところに来たんでしょ？うん、それなら少し横になっていきな。休めばきっと良くなるよ。あ、立てる？手貸すよ。ゆっくりでいいからね。オッケー。じゃあちょっと保健室で休ませますって先生に伝えてくるね。ここのカーテン閉めておくからゆっくり横になって。あ、どうしたの？ねえ、どうした？急に涙出てきちゃった？大丈夫？具合悪い？わかんない？わかんないけど涙が出てきちゃうんだ。そっかそっか。ねえ、何か先生に話したいことない？勉強のこととか、友達のこととか、お家のこととか。何でもいい。少しでも聞いてほしいって思ってることがあるなら、話してごらん。多分、その体調不良は、心に原因があると思うな、先生。泣き方がね、そういう感じがする。ううん、大丈夫だよ。うまく話せなくてもいいから。遠慮せずに、先生に話してごらん。よしよし。いいんだよ。
今はまずたくさん泣こう。何も気にしなくていいよ。泣いてすっきりしちゃおうね。よしよし。きっと本当はずっと泣きたかったのに今まで耐えてたんだよね。泣かないように我慢してたんだよね。うん、よく頑張った。頑張った頑張った。え、どうして？先生は十分頑張ってると思うけど。そっか、頑張れてないのか。君はいつも自分を過小評価するね。じゃあ、君がそうやって言うなら、先生が代わりにたくさん褒めてあげよう。ほら、頭ポンポンって、たくさん褒めてあげるね。よしよし。よく頑張ったね。偉いね。前髪崩れたらごめんね。今日だけは許して。ん？まあいいじゃん。大人になったら褒められる回数なんて減っちゃうんだから、今のうちにたくさん褒められておきな。はーい、よく頑張りました。でも先生に頭ポンポンしてもらえる生徒なんてそういないんだよ。そうだよ、めちゃくちゃレアなんだよ。だって保健室に遊びに来る子たちに頼まれても断ってるもん。そう、なんかみんなして先生のことすっごいからかってくるんだよね。先生だってやらなきゃいけない仕事結構あるのにさ。あ、いや、やりたくないわけじゃなくて、ちゃんと先生なりの理由があるから断ってるの。そう、理由があるんだよね。気になる？じゃあ、なんで自分がポンポンされるのか。それはね、私のポンポンはこうやって本当に必要としてる子が来た時のために取っておいてあるの。そう、君みたいに頑張りすぎちゃう子がここに来てくれた時に、よく頑張ったねって、その子の努力を肯定して本当の意味で癒してあげるためにね。癒すっていうか、なんていうのかな、自分の頑張りをさ、誰かから認めてもらうことも大切だけど、それと同じくらい自分の頑張りを自分で認めることもすごく大切だって私は思ってる。でも君みたいにそれを苦手とする子もいる。頑張りを自分で認めてあげられないからずっと報われない感じがして、余計に自分を責めちゃったりする。だからそういう時にね、もう十分頑張ってるんだよってちゃんと教えてあげたいし、私はその子を肯定してあげたいって思う。まあでも、いつもここに遊びに来てくれる子たちが頑張ってないって言ってるわけじゃないんだけどね。要は君のために私のポンポンは取っておいてあるってことかな。またそうやって言う。
じゃあ自分的には全然頑張れてないと思うの？全然？そっか。でも私の好きな人はいつも頑張ってて一生懸命だよ。すごく前向きだし、見えないところでも努力してる。ちょっと不器用なところもあるけど、そういう姿を見てると素敵だなと思うし、こっちも頑張ろうって思える。そう。だから私は好きだよ。何？彼氏って？やだ、何急に。君まであんまり先生のこといじめないでよ。誰とか言われたら照れるじゃん。そう、誰のことだろうね。教えてあげない。わかってるくせに、そんな顔してもダメだよ。だってそれ言ったら私多分先生じゃなくなっちゃうし。君も場合によっては生徒じゃなくなっちゃうかもしれないね。もし分かっててもちゃんと気づかないふりしてないとダメだよ。前にもそう言ったでしょ。でも忘れないでほしい。普段自分ではあんまり気づけないことかもだけど、君の頑張ってる姿はちゃんと誰かが見てくれてるよ。見てくれてるし、ちゃんと誰かが評価してくれてる。いつかそれを実感できる日が来るよ。私が保証する。うん。だからさ、難しいとは思うけど、たまには自分の頑張りも認めてあげてね。そういう練習も大切だし、きっと君にとってもプラスになることだと思うから。それでももしうまくいかなかったり、何か話したいことがあれば、いつでもここにおいで。いくらでも付き合うし、いくらでも褒めてあげるから。辛くなる前に、私のところに逃げておいで。いいね。よし。さて、たくさん話しちゃってごめんね。やっと笑顔も見られたことだし、早く先生に保健室で休ませるって連絡しに行かないと。心配させちゃうね。ちょっとは先生ここ出るけど、いい？あ、ごめん、最後に一つ。いつも言ってることだけど、今ここで話したことは二人だけの秘密ね。君の頭ポンポンしたことも、私とのことも、全部。いいね。よーし。じゃ、チャイム鳴る頃になったら声かけるから、それまでゆっくりしてなね。うん。おやすみ。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。ツイッターもやってるので、フォローよろしくね。それでは、あつだらー。